誰にでもできるモノマネシリーズ。前回のアーハイに引き続き、今回は問い合わせの多かっためぐみチャンネルさんのモノマネよ。そうね、そうよ。このモノマネ方法を知れば、なぜめぐみさんのモノマネをすると異常に苦しかったかの謎がわかると思うわ。そうね、そうよ。これ来たか、マジかマジか。このモノマネのポイントとしては、とにかく高音。そうね、そうよ。だからポテンシャル以上の高音を出すために、言葉を発するときはすべて息を吸ったままで発音してくださいね。例えばカプセルトイを普通に発音するとカプセルトイですが、これが息を全部吸いながら発音するとカプセルトイ。わかりますか？息を吸い続けて喋るんですよ。だから苦しいんです。そうね、そうよ。吸うのが難しいっていう方は、ドラゴンボールのセルに自分が頭からずっぽりと吸収されてるのをイメージして発音してみてくださいね。あはははは、完全体までもう少しだー。ぎょぎょぎょ。つべこべ言わずにチャンネル登録の方よろしくです。うちの中で食べてください。砂場みたいになるぐらいたっぷりです。こうすると天津飯がおな